はい、皆様、どうぞ、こんにちは。こんばんは、KK でございます。ということで、本日もドクトイスパで対戦やっていきたいと思います。本日の主役、ラフちゃんです。ラフちゃんの物流受けで、完封したいところなんですけど、刺さってねえな。見事なまでに刺さってない。こういう時は、初手にドッキング投げときゃなんとかなるんで、投げときまして、ギャラかな？そっか、ギャラに対して受けができるか、その時にラフちゃん出して、で、あとは、ドラピオン入れときゃなんとかなるっしょ。サーナイト対策。ってな感じの3匹でやっていきたいと思います。では対戦よろしくお願いします。ラフちゃん意外とね、物理耐久はあるんで、ガブの自信に対するんで、受け出しが可能なんですよね。それが魅力的なんで。で、今作、ダイパリメイクの方ね、5つ目がないんで、大きな根っこ持たせて、回復力上げてやろうっていう感じにしてます。とりあえず。ヘドロもいいかなって思ったんだけど、まあ力を吸い取るで結局、ほぼ回復しちゃうから、だったら宿り木とかで、宿り木、ギガドレあたりの回復力を上げた方が、なんだかんだ役に立つのかなと思ったんで、根っこ持たせてます。さあ、ムックホーク引っ込めて誰？ゼルガ？ゼルガ？やっぱりゼルガ来るね。ゼルガ来たんで。どうしよっか。レイビでこんなもん押す。いや、押すのはダメ。ラフちゃんはダメでしょ？氷技ぶっ飛んでくるから、ラフは出せない。さあ、ドラピオン行ってらっしゃい。吹雪。お、リタイするじゃん。いいね、いいね。ってことで、どうせムックホーク来るんで、ここ、持ち物はたいときます。高速移動積んでもいいかなって思ったんだけど、もう引っ込められたらめんどくさいし、まあ、多分引っ込めてくるから、そこの裏に畑が通れば、いいかなと思ってる。少しでもダメージ与えときゃ、後々楽になるでしょう。まあ、引っ込めないだったら、まあ、引っ込めないんだったら、トトゼルガにダメージ与えて、吹雪ももう一発耐えてくれるし、問題ない。いいダメージだね。先生の爪危ないもん持ってるね。危ない技持ってるね。うん。なるほど。どうしよっか。大地で持ってける？大地で持ってけなきゃ負けだよ。頼む。持ってって。よし、オッケー。で、あとはムックホークをなんとかしないと、やってらんないんだよね。ムクホギャラ、サーナイトか。サーナイトか。これきつくない？先制で大地打てるのはいいんだけど。ここ読まないといけないんだよね。どうせ大地見てるからムックホークに引っ込めてくるんで、レビュー打ちます。オッケー。なめんじゃねえぞ、この野郎。逃げてんだよ、そんな動きはよ。甘い甘い。そんなんで、二度キングを突破できると思うなよ！ずらー！あー、気持ちいい。ラフちゃん2試合目でいいや。あー、超気持ちいい。もう最高。これぞ技のデパートの使い方だよ。超気持ちいい。で、ラスト第一で吹き飛ばすと。持ってけるっしょ。確定2発っしょ。オッケー、対戦ありがとうございました。はい、では第2試合目始めていきたいと思います。
めっちゃラフちゃん刺さってるやん。ラフちゃんしか刺さってないやん、もう。なにこれ、馬車が来なきゃ勝ちなんだけど、ラフちゃんで。マジで初手からかましてもありだな。ありだ。ラフちゃん、で、馬車来たらクラゲ引いて、で、クラゲもなんだかんだ、ガブバンギ、馬車、ロトム、マリロリンなんとかできるし、あとニドキングいりゃ馬車もなんとかできるっていう。これ完璧じゃん。勝ちだ。勝ちました。対戦よろしくお願いします。あとは、ラフちゃんが活躍しないといけないんで、頑張りましょう。バンギから入ってくる。全然大丈夫だよ。特殊バンギとかいう、よくわかんないバンギじゃなければ。大丈夫だよ。初手吸い取ってからの方がいいよね。火力を下げてからの方がいいよね。リューマイなるほど。なるほど。どうしよっか。一旦砂切れるまで吸い取り続ける。あ、そういや PP 増やしてなかったわ。やべ、 PP 増やすの忘れてた。どうしよう。やべえ、忘れてた。こういうリュウマイとかされた場合にひたすら力を吸い取るっていうのをしなきゃいけないから忘れてたわ。どうしよう。一旦これね、ヤドリギ分まいてもありだと思うんだよね。ほう、こっちもやっちゃったやタイミングいいね。お互いタイミングいいじゃん。さあ、ヤドリギ分まいたから回復しますよ。さあ、あとはひたすら力を吸い取るだけでございます。ほらほら、引くのかい。引かない。九州の当たらなければ問題ない。九州の当たっても耐えてるか、ワンチャン。まあ、これで火力を下げて回復しますせー。はい、全開はい、そして宿り木で砂ダメも回復していくと。完璧だな。はい、では第3試合目やっていきたいと思いまーす。馬車さえなんとかすりゃいけるか。初手ラフちゃんは怖いから、いや、ありかもしんねえ。行こうぜ。初手ラフちゃん、馬車来たらクラゲ、サナ来たらドラピオン。以上でいきます。もう初手からかまそうぜ。では対戦よろしくお願いします。初手エテボ来そうだな。レコダン持ってるっしょあいつ。あ、マジで来た。あー、まあ二度キングじゃなくてよかったと思う。うん、それでいこう。二度キングじゃなくてよかったっていう。力を吸い取ろう。頑張って吸い取ろう、ラフちゃん。ラフラフしようぜ。猫魂、奉仕くらい、奉仕。奉仕でまひれ。奉仕。毒った。やったぜ。やったぜ。玉か。通りで威力高いと思ったわ。さあ、毒ラスタンで、あとは力を吸い取ってるだけで勝ちでーす。トンボ返り、どうぞ。裏に入るのでけえな。裏に力吸い取る入るって。馬車に入ればでかいよな、ここ。馬車に入ってくんねえかな。馬車。馬車。馬車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 。もしくは海流。馬車もしくは海流。どっちか。馬車オッケー。馬車に入るのはクソデカ侍。よし、これでフルドラ一発は耐えてくれるんで、あとは頑張って、フルドラの反動で落ちてもらおう。じゃあ落ちなさい。
上ドラの反動で落ちなさい。一発試しに打ってみようぜ。一発試しに打って眠ろうぜ。奉仕で眠ってくんねえかな。一発やろ、一発。一回だけ、先っちょだけ。ありがとう、先っちょだけ、先っちょだけありがとう。耐えるから大丈夫、全然耐える。奉仕、奉仕。無理か、まあしゃあない。まあ相手は急所当てて、当てちゃえば倒せるからね。さあどうするどうするよ。まだやんのか、お、まだやんのか、お、まだやんのか。多分やんねえから、ここ宿り打つわ。うわ、突っ込んでくるかー。でも90ぐらい、半分残るし、オッケー。半分残って奉仕で眠ってで反動で宿り木ぶんまいて気持ちいい気持ちいい、あー超気持ちいい。宿り木気持ちいい。ここどうしよっかな。いや、力吸い取ろう。これなんか変なことしたらダメだ。なるほどね。あくまでもグーグーしとくと。じゃあ回復しましょうか。宿り木で持ってくのどうしよっかな。これどうしよう。宿り木。いや、眠りのターンがな、微妙なんだよね。ここ一回ギガドレ挟むのもあり。いやー怖いよなー、ギガドレ挟むの怖いよなー。一旦ラフちゃん引くか。回復したし。いや、引くのもったいなくね。もったいない。オッケー、これ反動宿り切れ落ちんじゃない。もう一回奉仕かかれ。無理か。力を吸い取ります。これ多分ね、相手反動で落ちて力を吸い取るさせないプレイを絶対狙ってるから、そこだけは警戒しよう。これで落ちてくんない。いやー、ギリ残った。ってことは絶対これフレドラで自分落としにかかるから、ここは引きます。ここはね、毒クラゲドラピオンどっちでもいいんだけど、まあ、どっちでもいいんだけど、まあ、毒クラゲにするか。ここ引くわ。ちゃんと引き際はちゃんと考えなきゃいけないからね。ここで急所なんて食らってみ、ひとたまりもねえからな。さあ、全然効きませんと。はい、落ちてください。お疲れーいっす。よし、オッケー。これでバシャーも突破、残りエテボと何か。サーナイトか。サーナイトねー。ってことはもうヘドロウェーブと結果。スカーフだな。スカーフじゃん。最速の毒クラゲに勝つってことはそういうことでしょ。じゃあドラピオン行きますと。どうしましょうかね。ま、さすがに引いてくるから、ここ、相手の弾を落とす。いや、普通に辻切りでいっか。絶対引くのは確定だから、辻切りでエテボ突破できたらでかいでしょ。さあ、突破してください。ズーン、あ、突破できない。それは効いてないな。んで、ここでラフちゃん行きます。あくまで。ここでラフちゃん、どうせ猫玉打ってこないか。なんか打ってくるから、ラフちゃんで受けて、ダブルアタックか。さあ、ラフちゃんで受けまして、弾で落とす。オッケー。これでサーナイトは、こだわってますので、キネシス打ったら負け。
ムーンフォースは耐えるんで回復しますっていう、最強のコンボができると。ここはドクドク振っとこっか。コウさん対戦ありがとうございました。